茨城県道24号土浦堺線土浦市、先属町土浦、つくば市境茨城県道24号土浦、堺線は、茨城県土浦市から、佐島郡堺町に至る県道である。土浦市桜町を起点に、同市先属町から、土浦ニューウェイのガード下と、並行し、学園大橋で合流して4車線になる。この学園大橋からは主に、 土浦学園線と呼ばれている。土浦市田中町から分岐して、道志虫がかり、つくば市古来を経由しつくば市東へと至る休暇も、支線として、県道24号に指定されている。つくば市に入り、本線は、学園東交差点から北へ折れて、学園東大通りとなる。つくば市地区園からは、つくば室トンネルへの道が分岐し、学園東大通りをバイパスして、 つくばセンターの前やつくば駅の上を通る支線も、県道24号扱いとなっている。学園東大通りの芝崎交差点から西に折れ、つくば市とよさと地区、石毛の市街地を経由し、その先で、茨城県道2十号欠城万道線と合流、重複するが、万道市靴掛けから分岐し、西へを折れて、佐島郡境町に至る。年月日、 全身にあたる県道大村石下線、県道堺石下線を廃止して、県道大村石下線と、県道堺石下線の全部及び、県道土浦大保線の一部区間を統合して、土浦市を起点、佐島郡堺町を終点とする、新たな主要地報道として、茨城県が路線認定した県道である。1995年の茨城県道の、 路線再編の際に整理番号が変更されて、整理番号42から整理番号24となり、現在に至る。筑波研究学園都市建設前の旧道は、つまき交差点より先、現在のあずま中学校から、筑波大学の敷地を横断する形で伸びて、東鳴塚交差点に達しており、今なお、同大学おっこし学生宿舎と閉鎖学生宿舎との間に道路跡が残されている。 道路法の規定に基づき、土浦市、桜町つくば市築園館及び、つくば市アメクホ上層島後平営新殿館は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を立てることが制限されている。つくば花室トンネル南北自由通路を含印、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。現在の筑波次第。現在の上層市新市議付近。現在の国道354号。筑波研究学園都市の研究学園地区北園に、ある都市計画道路で、1973年1月16日に、研究学園都市計画道路に追加指定された。ありがとうございます。